メイコン軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は33,922人であり、2000年の29,811人から13.8%増加した。軍庁所在地はフランクリン町であり、同軍で人口最大の町でもある。軍内を南太平ラ川が流れている。この川は、 国内でも人気のある急流下りの場所の一つである。メーコン軍は1828年にヘイウッド軍の西部が分離して設立された。軍名は1791年から1815年までノースカロライナ州、選出アメリカ合衆国会議員を務め、1801年から1807年までは同会議長。 1815年から1828年まではアメリカ合衆国上院議員を務めたナサニエル・メイコンにちなんで名付けられた。1839年、軍の西部がチェロキー軍となった。1851年、メイコン軍とヘイウッド軍のそれぞれ一部を合わせ、ジャクソン軍が設立された。メイコン軍は地域の自治体委員会であるサウスウェスタン委員会のメンバーである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は519平方マイルであり、このうち陸地516平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.58%である。米昆軍の総面積519平方マイルの中で46.1%にあたる239.31平方マイルが連邦政府の管理する土地であり、 南太平ら国立の森はアメリカ合衆国林野局が管理している。連邦管理地の中で71.56平方マイルはハイランズレンジャー地区に、残り167.75平方マイルはウェイアレンジャー地区に入っている。軍内最大の自然水源はカラセイジャ川である。カラセイジャ滝カラセイジャ滝は州南西部フランクリン町の西にある。 南ヘイラ国立の森を流れるカラセイジャ川の途中にあり、マウンテンウォーターズ景観速道の一部である。カラセイジャという言葉は、チェロキー族インディアンの言葉で、アメリカ最下地の場所を意味している。この滝は、カラセイジャ川で最下流の主要な滝である。0.2マイルの長さにわたって長い多段形状になっている。滝の高さは、ケビン・アダムズのノースカロライナの滝では200フィート、 NC だ。しかし、Google Earth では137フィートとしている。これは滝の最長部の標高と最後の滝壺の標高の差である。車で滝を遠くに見ることができるが、じっくりと見るのは容易でない。アメリカ国道64号線のカーブが続く場所にあり、道の上下には切り立ったが案外がある。滝の近くに一箇所小さな退避所があるが、道を歩くと、 他の通過者に惹かれる危険性がある。ドライダキドライダキはアッパーカラセージャダキとも呼ばれ、南ヘ平ら国立の森の中、ハイランズの北西にある、高さ65フィートの滝である。南ヘ平ら国立の森を流れるカラセージャ川の途中に、ある。長さ8.7マイルにわたって続く滝の一部であり、最後の滝はカラセージャ滝である。上にせり出した崖の上にあり、 水流が少ないときは、下まで歩いて行ってもあまり濡れないので、ドライという名前がある。水流が多いときは、濡れることになる。長い間ドライ滝と呼ばれてきたが、他にも、ハイ滝、ピッチャー滝、カラセージャ滝などとも呼ばれている。フランクリン町からは南東25.7マイル、ハイランズからは北に3.1マイルのアメリカ国道64号線沿いに、ある。道路脇に駐車場があり、 車を止めてから歩いて、階段のある道を滝まで降りられる。2009年に、アメリカ合衆国林野局が、駐車場と歩道を改良した。ブライダルベール滝ブライダルベール滝は、南太平ら国立の森の中、フランクリンの南東にある、高さ45フィートの滝である。滝の背後に道路が短くカーブする場所があり、州内で車に乗ったまま見ることのできる、唯一の滝である。 南多平ら国立の森の中を流れる柄星じゃ、川支流の途中にある。上にせり出した崖の上にあり、水流が少ない時は、下まで歩いていってもあまり濡れない。寒気には、水流がほとんどなくなるが、水かさが中程度から高い時は、濡れることになる。これを避けるには、車の中に止まり、滝の背後を通ることである。フランクリン町からは南東に六6 5マイル。 ハイランズからは北に2.3マイルのアメリカ国道64号線沿いにある。国道64号線は当初滝の背後を回るコースを取っていたが、当期には凍結の問題が起こった。その後、滝の前面を回るルートに変更された。道路側に駐車場があり、車に乗ったまま滝を眺められる。2003年、滝の左側を巨岩が滑り落ち。 そちら側の道を完全に塞いだ。2007年7月、地元開発業者がこの巨岩を取り除いた。現在は、障害がない。クエリー滝クエリー滝は、フランクリン町の南西、アメリカ国道64号線沿いにある、小さな滝である。地元では、バストイアバットとも呼ばれ、大きく深い滝壺があって、暖かい季節には、水泳を楽しめる。 メイコン軍は11の軍区に分割されている。バーニングタウン、カートギチャイ、カウイ、エディジェイ、フラッツ、フランクリン、ハイランズ、ミルショール、ナンタヘーラ、スミスブリッジ、シュガーホークの各軍区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。メコン群の自治体と群区書キリストは群区ごとに法人化町を太字からだで、 その他の未編入の町の順に並べる。その他の町ユニオンアカデミーユニオンアカデミーは6年生から12年生を教える公立のオールターナティブスクールである。サウスメイコン小学校の近くにある。前校長が退職した2006年にユニオンオールターナティブから現名称に変更された。現校長は学校の方針も劇的に変えた。メイコンアーリーカレッジメイコンアーリーカレッジは フランクリン町の林間道と公共図書館の隣にあり、カレッジの授業を行う高校である。サウスウェスタンコミュニティカレッジが授業に協力している。2008年時点でサウスウェスタンコミュニティカレッジはアメリカのベストコミュニティカレッジリストの第4位に挙げられている。メイコンアーリーカレッジはフランクリン高校の後、ユニオンアカデミーの前にできた3高校の一つである。 ありがとうございます。